直先生、はい、質問来ます。いいよ。歯並びを手っ取り早く良くしたくて神経抜いてセラミック矯正を12本行って3年経過したんですが、ほとんどの歯が根元に膿が溜まってしまい大変なことになりました。セラミック矯正ってこういうことはよくあるんでしょうか？そんなことはありません。普通は起きません。それはでも一般の話を聞くとまともに治療されてないなって思います。なのでご本人のせいじゃなくて、これはドクター側の明らかな責任だと思う。手を取った歯がいきなり3年で全部コンタン接収書式炎っていう臭いもつなってたらまずないんで、でも今気になるのはセラミック矯正ってもちろんやらなきゃいけない時には私もやるしやるけど、手っ取り早く期間だけやっぱ考えてほしくないのね。やっぱり大切な歯じゃん。私は基本的に神経を取らないで治すことを心がけるし、一本一本本当に綺麗に処置しないとそんな簡単ではないよ。で手っ取り早く何でもいいからって思うとこうなるから、頼むから腕のいい先生に直してもらってって思う。腕のいい先生をどうするかって言うと調べるしかないよね、これはね。だからみんなさ、美容整形するって言ったらめっちゃ調べるじゃん。もうそのテンションで歯医者も選んでちょうだいって感じ。なるほど。もうその親身でセラミックやるときには お金高いんだから選んだ方がいい。ドクターによって相当差は出る。だから本気で調べてください。